来季の戦力構想から外れた中日中島博之内野手、42、ら17日、名古屋球場で現役続行への思いを自ら口にした。やれるまでとりあえずやりきろうという思い。どっか、他球団が、やるか、と言うてくれるんやったら、続けてやりたい。25年目となる来季に向けて意欲を示した。中島は巨人を戦力外になって今期から中日に加入。 代打の切り札を期待されたが、4月19日に右第5中手骨骨膜損傷で出場選手登録を抹消。シーズン序盤での故障も響き、1軍では15試合の出場で無安打に終わった。2軍では今後を睨んで実戦出場を継続中。今回の2軍広島遠征は居残り調整となったが、20日からの大阪でのウエスタン・リーグ、オリックス3連戦には同行する。 若い子らと一緒になって、わーっとやってる中で、そういう風現役引退、とは思わんかった。別に今、どっか痛いとかそんなんはない。骨が、折れたところは、結構いい感じにふったり使えるかなってぐらい。通算1928安打のベテランは今季終了までバットを置くことなく、来季へのオファーを待ち続ける。